日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。こちら業務スーパーで買ったミディアムローストブレンドコーヒーというものを飲んでみたいと思います。業務スーパーは今までいろいろお菓子でお世話になってますけど、あと冷凍食品、コーヒーは初めてですね。というわけで、早速まず中身を見ていきましょうと。うわ、結構いい香りがしますね。ですがさすがにこれ飲むわけにはいかないので、少し入れる時間がかかります。お待ちください。入れ終わりました。美味しそうなコーヒーですけど、どんな味なのかな。業務スーパーでそれに業務スーパーらしく、前に飲んだセブンイレブンのコーヒーより容量が多い飲食でした。値段は同じくらいがちょっと安かったのに。では飲んでみます。業務スーパーで初めて飲むコーヒーは、何だろうな。まあ、まずくはないわな。だけど、だからといって特別、というわけでもない。まあ、無難っちゃ無難な味なんですけど、コーヒーとして考えると、これは、まあ、すっきりはできる味ですね。ただ一方で、少し物足りなさを感じる部分もあります。だから、だろうな。詳しくはこの後説明しますけど、ごちそうさまでした。今気づいたんですけど、ここに苦味と酸味のレベルが書かれてるんですよね。で、これは結構酸味が強いコーヒーと書かれていて、実際その通りですね。結構酸味が強くて、目がパッチリ開くような苦味は控えめでした。なので、すっきりしたい時に飲むのが一番おすすめと言えるコーヒーですね。反対に朝、ちょっと目を開けたい。という場合には、ちょっとパンチが足りないかなと感じるかもしれません。なので、どちらかといえば苦いのは苦手だけどコーヒー飲みたい、そういった方が飲む手、どちらかというと、ライト向けのコーヒーと言えるかもしれません。一番上にライトって書いてますが、反対にこういったイタリアンのような苦いのがお好きだなと思う場合は、そちらに行った方がいいと思います。自分はどちらも好きなんですけど、ちょっとどっちつかずかなって思うような部分もあったので、今回飲んだこちらの業務スーパーミディアムローストブレンドコーヒーは3点とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。本日の演目はお楽しみいただけましたか？チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それでは、さようなら。